世界中の時間が止まってしまいました。動けるのはすずさんだけです。3つほどエロいことを考えて実行してみてください。ああ、もう街中ピタって止まっちゃったって考えた場合ですよね。3つどうしようかな。エロいことだったら、その男の人の結構胸板とかも結構好きなので、服を上に脱がしてしまって、でこういい感じの胸板をしている男性に抱きつく、ハグしちゃうっていうのをしてみたいですね。ちょっとね、あのソフトマッチョな方とかだとよりこう抱きしめがいがあると思うんで、普段ねちょっとあこの人イケメンだなと思ってもそんなことできないと思うんで、時が止まってたらしてみたいです。次は、逆に私女ですけど、女の人のおっぱいとかを触るっていう機会がないので、もうその時が止まったら街中にいるちょっとこうスタイル良さげなお姉さんとかの胸をこう揉んでみたい。まあわよくばちょっとね、あの服脱がして生で触ってみたいなと思います。で、まあ、別に相手を感じさせるとかじゃなくて、もうあくまでどういう感じ、他の人はどういう胸の柔らかさをしているんだろうっていうのを調査したいなって思います。ラスト、もう一個ですね。やっぱもう思い切って街中の男性の下半身を露出させて脱がしちゃって、あそこのあのサイズ感だったりとか形を見る、まじまじ見ちゃう、そういうやっぱ普段ねパートナーの方とかのそういうとこ見る機会はあったとしても、道行く人たちのねそういうところを見る機会ってね当然ないと思うので、時が止まったっていうことをいいことにジロジロって見てみたいですね。まあ舐めたりはしないと思いますけど、全然知らない人なんで、まあ、見たりとかつついたりとかはしてみたいなって思います。